今どうでしょうかね、まさにホワイトクリスマスですねっていう、古谷さん小川さん、大晦日と元日はお仕事ですか。そうなんですよ。一番お楽しみに、はい、特に来週1週間は大晦日ですんで、この1年を振り返って皆さんの思いがご紹介したいと思いますので、ぜひ大晦日お便りお寄せください。来週です。そして1月1日朝一番と題しまして、はい、してまいりますので、1月1日も元日の朝5時から8時まで皆さんぜひお聴きいただきたいと思います。はい、ゲストには作曲家でピアニストの前川敦さんをお迎えすることになっています。どうぞお楽しみに。ここまで古谷敏郎と小川敦子でお会いしました。